パナメーラはドイツの自動車メーカーポルシェが2009年から製造・販売する F セグメントに属する FR あるいは 4WD の4人乗り用型高級スポーツカー。初代パナメーラはテールが丸みを帯びたデザイン動車としては初のフル4シーターの4ドアサルーンであり一流のスポーツカーでありながら高級サルーンの快適さを兼ねるモデルとして誕生した。 2009年の4月からドイツライプツ飛行場で生産を開始し、正式デビューは翌月の上海モーターショー。本国では2009年9月12日にリリースされた。日本では2009年11月20日から23日に開催された名古屋モーターショーにて一般向けとしては初めてのお披露目となった。パナメーラ、パナメーラ4には V6 の 3605cc。 最高出力 221kW、パナメーラ S、パナメーラ 4S には V8 の 4806cc、最高出力 302kW、パナメーラターボにはターボにより、下級された 368kW の V8 エンジンが搭載された。変速機は6速、MT もしくは DCT である7速、PDK が組み合わせされた。 2016年6月に新型パナメーラが発表され、7年ぶりのフルモデルチェンジとなった。旧モデルの丸みを帯びたテールデザインはシャープに変わり、パワーユニットを一新。パナメーラターボは 100km まで3.8秒で、加速し、ニュルブルクリンクでは、ポルシェ 911GT3 を超えるタイムを叩き出し、話題になった。スポーツツーリズム2017年より、 二代目をベースに、した、いわゆるシューティングブレークと呼ばれる、ステーションワゴンタイプのモデルが、ラインナップに追加された。日本でのラインナップ社名の、パナメイラは、1950年代前半に、メキシコで行われていた行動レース、彼らパナメリカーナメヒコからインスピレーションを受けて、採用された。911、彼らの名もこのレースに由来しているほか、1989年には、 パナメリカーナという名称のコンセプトカーも発表している。ありがとうございます。